フランクフルトから一晩中汽車に揺られ、次の日の朝。もうちっとばっかでマイエンフェルト出すけね。セバスチャンの声に目を覚ましたハイジは窓の外を見て叫びました。山だ山だよ、やっとこそ帰ってきたね。荷馬車に乗せてもらい、マイエンフェルトからデルフリ村へ。セバスチャンとはここでお別れです。そんだば元気でな。山さ嫌だば、フランクフルトに帰ってこうな。ありがとう。んでも山ばさ嫌になろばれならねよ。ハイジは澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込むと、アルムに続く山道を駆け出していきました。ばあちゃん帰ったよ。元気なハイジの声におばあさんはどんなに喜んだことでしょう。土産な、白パンだ。おー、ありがとな。んでも一番嬉しいのはおめさんが帰ってきたことだ。もうどうもさいが寝てくれ。そこへペーターのお母さんがやってきました。わー、ハイジだ、シャレだ、ビビにシャッポー、移動しげで移動しげで町の人だな。全部やる、わはもういらね。ハイジは服を脱いで差し出します。こんげな立派なものもろわんねさん。いいよ、じいちゃんはだってわかんねる困るすけな。そう言うとハイジは初めてアルムに来た時の格好で飛び出していきました。夕日の中におじいさんの山小屋が見えます。ハイジを最初に見つけたのはヨーゼフです。ヨーゼフの鳴き声におじいさんが出てきました。ハイジ、おめえ。じいさん。ハイジはおじいさんの胸に飛び込みます。ハイジ、おめえどうしたんだ。わあ、とんでも山に帰りたで、ああ、そんだった。ハイジはゼーゼマンさんの手紙を取り出しました。こまー、ここではこれに書いてあるんだ。戸棚もテーブルもかまども小屋の中は何もかも元のままです。ただ干し草のベッドだけはおじいさんが片付けてしまっていたので、もう一度作り直しました。その夜、ゼーゼマンさんの手紙を読んだおじいさんは何度もハイジの様子を見に行きました。でもハイジはぐっすり眠っていて、一歩も歩き回ったりはしませんでした。元通りのアルムの暮らしが始まり、夏も終わる頃、クララから手紙が届きました。わあ、来年春場さん遊びに来てて。ハイジ、一番読めんのが。んだ、いいことさある、じいちゃんペーターのとこさ行ってくるよ。んだば、わもいぐど、アギになる前に家ばさ直さねばなるんでからな。ハイジはペーターの家に行くと、棚からお祈りの本を取りました。ばあさん、わはじいさば読めるようになった。ハイジはそう言うと、よく澄んだ声で本を読み始めました。ハイジ、ありがとな。おかげですーっと胸が上がるくなった。おばあさんの目には喜びの涙が輝いていました。この冬、おじいさんはハイジを学校に通わせるため、デルフリ村に降りて家を借りることにしました。ハイジは学校で勉強したり、おばあさんのところへ遊びに行ったり、長い冬もあっという間に過ぎていきました。そして春、5月も過ぎ、山が緑に包まれた頃、とうとうクララがやってきました。急な山道では車椅子も使えません。でもクララの胸は美しいアルプスに来て、ハイジに会えた喜びでいっぱいでした。クララは夏が終わるまでここで過ごすのです。ハイジも大喜び。モミの木さん、クララだよ。モミの木が風にざわざわ揺れています。まるでクララが来たのを喜んでいるようです。これがモミの木の音だな。ハイジが言うだ通りだな。そして、綺麗な空気の中で食べる食事のなんて美味しいこと。クララはチーズもヤギの乳もおかわりしました。夜は二人で干し草のベッドで眠ります。アルプスの暮らしは体の弱いクララを少しずつ元気にしていきました。そんなある日、ペーターがクララをおぶって山のお花畑に連れて行ってくれました。初めて見る夢のように綺麗なお花畑。
その中を自由にはしゃぎ回るハイジやペーターを見ているうちに、クララは羨ましくなってきました。ああ、この花の長ばさ、あんげして走ってみてな。どんげがいいがな。クララは初めて自分の足で歩きたいと強く思うのでした。